一応リンピングをひたすらちょっと歩いてみます。なんかこの間 YouTube に踊る大捜査線の、まあ、今でもあると思うんですけど、映画とかドラマの動画がいっぱい上がってたんですけど、ちょっと一つ見たんですけど、映画のやつ、もうあれ20年以上前のドラマなんですね。今から見たらやっぱ古いですね。あそこですね、まあ、M さんと来たショッピングモール、ルイ・フォン・ティエン・ディ、ルイ・フォン・ティエン・ディ、あ、やっぱ4号線の駅こっち書いてるから、この近くに駅ありますね。ここもなんか、ちょっと行ってみましょう。写真も撮っときました。こういうところなかなかないですからね。結構奥ですね。すごい細い道ですね、これ。你中午吃什么？これただ道がどうつながってんのか分かんないですね、これ。迷いそうですね、これ。っていうか外部の人入ることないでしょうね、ほとんど地元の人だけですよね、これ。これの行き止まりやん。でもここに住んでる人って元々の上海人じゃないんですよね、多分。外地から来た人ですよね、多分。この高層マンションのショッピングモールとはもう雰囲気が全く違いますよね。
もう一回リンピンルーを歩いていきます。最近ちょっとグーペーに2回ぐらい行ったんですけど、この空き店舗あるので思い出したんですけど、グーペー1期の下いろいろ昔は店あったんですけど、結構空き店舗になってるとこ多いんですよね。でグーペー1期自体がなんか全体的にもう結構古くなって、なんかどうなんかなって思いましたね。日本人も割とこうウェイニンルー、ローシャンガンルー、中山公園とかあの辺に移り住んでるんで、あんまりグーペンに住んでる人、まあ、今でもいますけど、でも以前よりは減ってるなって感じしましたね。昔はなんかグーペン行くともう本当日本人いっぱいいましたけど、ちょっとまあ今どこ住んでも店もあるしネットで買えるし便利ですからね。そんな感じ、古い家ですね。本当冬の上海ってすごい寒くて、なんかちょっと暗いイメージがあったんですけど、最近だいぶ変わってきましたけどね。なんか私来た当時はそんな感じでしたね。本当あっという間に時間経ちますね。リンピンルー、ここで終わりになってますね。リンピンルーの駅ですね、あそこ。パンプーちゃんまで歩いていきますか。ここから先はゴンピンルーですね。ここ来たような気がするな。今何時ぐらいですかね。今お昼の12時22分。家でこれまたダラダラしてるとほんと1日過ぎるんですよね。だから今日どうしようかなと迷ったんですけど、まあ外に来ました。この一角もこれ立ち退きですね。まあこっちの反対側も完全にこう立ち退きが終わって、要はもうビル建設中ですからね。まあどん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 ビルに変わっていくんでしょうね。ゴンピンルーですね。
そこテレビ塔が見えてるわ。もうすぐですね、これファンプジャンまで。ここの道がジョージャー随道ですね。ジョージャー随道、なんかここ来たことあるような気がしますね。ちょうどいい運動になっていいですね。基本的に私ジムで有酸素運動しないんで、まあ散歩してたらそれでいいですね。筋トレしかしないん で筋トレもそんな長くやらないですね。ちょっと負荷かけて短くサッと、あんまりやると体が老化するんで軽くやって、それで十分です。パスタ食べて炭水化物いっぱい取ったから、こうタンパク質を食べたくなってるんかな。寒い。ブージャーまで1キロって書いてますね。うわ、ちょっと風が強いですね。歩くのが風でしんどいですね。なんかここ来ましたね。この辺も結構立ち退きの場所ですね。もう立ち退いた後ですね。空き地になってますから。ほんとビルだらけになっていきますね。
この通りですよね。ここも本当全部もうないですよね。店が閉まってますもんね。これ3、4年前にここに友達と撮影来たことあるんですけど、その時はまだ活気あったんですけどね。ちょっと疲れてきましたね。歩いたら。ここラッフルドシティか。この地下のとこなんか上海の昔の街を再現したフードコートがある。まあ、フードコート行かなくてもさっきのところ行けば昔の雰囲気残ってるんですけど。ここに出てきたか。すごいなこの車の色。この駅から地下鉄乗ろうかな。もうファンプージャン行くのはちょっとしんどくなってきましたね。こっちのビルはこれまだオープンしてないですね。
これでも12号線の駅ですね。4号線とかないんですね。ちょっと渡っとこうか。あ、でももうすぐ散歩じゃんですけどねちょっと行くのが、この M スタンドのカフェがあります。最近知りました。一回知るとなんか そこら中にあるのが分かるんですけど、ライフシーですねこれ。あ、もうちょっと歩こうか。なんか急にマクドナルドが本当食べたくなってきたんですけど、でも食べたいと思ってる時に限ってなかなかないですね。マクドナルドのあのダブルチーズバーガー頼んでチーズなしにするんですけど。マクドのチーズ本当まずいですよね。なんか塩辛くてなんかあれ好きになれないですよね。でビッグマックも食べたいんですけど、ビッグマックあれ箱に入って素手で掴まないといけないんで嫌なんですよね。あれ紙に包んでくれたらいいのに、なぜか箱に入って出てくるんで。なのでダブルチーズバーガーのチーズ抜きにすると、まあビッグマックと味は違うけど割と近いかなと。いいですねこれ。ライフシーの中あるかな、さすがに。あるわ、あそこにあるわ。あのマクドでちょっと食べます。なんか本当急に食べたくなってきました。さっきちょっとトイレ行こうか。このラッフルシーライフシーの中でちょっとトイレ行きます。前ここのショッピングモールのあの動画上がってるんで、よかったら見てください。今日はもうトイレだけ行ってさっと出ます。なんか今日はあんまり人いないですね。この間結構いたんですけど、まああの時春節だったからですかね。店ですか。牛乳って書いてますね。めっちゃこれ人並ぶように席置いてるんですけど、焼肉屋ですかね、日式の。なんかあ、しゃぶしゃぶ屋、しゃぶしゃぶ屋ですかね。焼肉じゃん。
すごいな。しゃぶしゃぶ食べたいですね。しゃぶ、まあこの間焼肉一人で行ったんですけど、しゃぶしゃぶ一人でなかなか行きにくいですからね。しゃぶしゃぶでも食べたくなってきたな。あれトイレどこやろ。 あっちか。まあ、こんなショッピングモール本当そこら中にできてますからね。ちょっとトイレ行ってきます。じゃあ行きましょう。そうか、さっきの店乳牛じゃなくて乳乳です。中国語だと牛は日本語読みです。このエスカレーターから来なかったのに、あ、方向がよく分かんなくなりましたね。これ出口どっから来たか。あ、スタバがあったな。あ、あっちか。ここあれですね、無印のスーパーがあってすごい良かったですね。ここにもコーヒー売ってるんですね。まあ向かい側はスタバで、その横にもなんかコーヒーとアイスの店があって、うん、とコーヒーには困らないですね、上海でいると。そこら中でコーヒー売ってるとこあるんで。これ乗るとラオシ面に行くんですね、このバス。朝ごはんなんでもうないし食べないですけど、やっぱこういうのは中国だけのメニューですよね。油条と豆乳か、あとおかゆ。多分日本のマクドナルドにあんなないですよね。停止されてる。アプリで頼まなあかんの。なんかこれアプリで注文できるんですけど。你好。拿铁稍微等一会儿，他在做。好的，好的，好的。拿铁好了，放这里。好。这个拿铁咖啡稍微等，牛奶多一点，可以吗？好的。これアプリで注文するんですけど。アプリですね、
日本のアップルストアにこのアプリがないんですよね。なのでダウンロードできないですよね。中国のアップルストアだったら多分できるんですけど、ただ私の iPhone 日本語でやってるしあれなんでダウンロードできないですよね。それはちょっと不便です。なのでここでアナログで注文してやりました。マクドナルドすごいシステム化されてますよね。この調理場とかすごい、なんかこう物の置き場がちゃんと決まってあってパッと取れるようになってますよね。ああいうマニュアルも貼ってあって、あのファウンダーっていう映画、マクドナルドの創業者と、あとマクドナルドを途中でまあ買い取ったというか乗っ取った人がいるんですけど、なかなか面白い映画ですよね。あれなんか牛乳追加でくれました。まあラッと牛乳入ってるからまああれなんですけど、ここでいいか。じゃあいただきます。チーズ抜きのダブルバーガーです。じゃあちょっと行きたいと思います。どうしようかな、このままサンプージャンまで行って帰るか、そこの駅から帰るか、ちょっとなんかそこの駅から帰ろうかなって思います。結構歩きましたからね、もうすでに。250m って書いてますね。 250m ぐらいだったら行きますか。2500m だったらちょっと嫌ですけどね。 250m だったらまあ歩いていくか。ただ駅あるのかな駅はなさそうっすよね。これプートンの方にこっから船で渡れるみたいですね。あのいつも乗る2元の船がこっからもありますね。まあ、プートンのどこに着くかわかんないですけど、あここベイワイタンのショッピングモールですね。めっちゃファンブーちゃん近いですね来てよかった。もっと離れてるのかなと思ってたんですけど、ベイワイタここから船乗って向こう渡ってもいいですけどね。でブルージャーズイから地下鉄で帰ってもいいですけどね。この船交通カードでも乗れるって言ってましたね。交通カードで乗ってみようかな。あとジーフバーでも払えるみたいですね。私前の時現金しかダメだって言われてあれだったんですけど、なんか見てる方に、いや今ちゃんと、せっかくここ来たんでちょっと川のとこ景色撮ります。あでも船乗らんと行ってしまうかな。あれ船ついてんのかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、こっからそれが向こうまで
歩いて行ってもいいけど、結構距離ありますからね。ちょっと船乗ろう。まあまあこんな景色ですよ。撮っとこうか。撮ってる間にあの船が出てしまいそうで、船の中から撮影してもいいですけど、ただルージャーズにもどの辺に着くか分かんないですからね。まあそれかこっからワイタンまで歩いていってもいいですけどね。南京トンルーから電車に乗るパターンで、今日は結構な時間撮影したかもしれないですね。結構長距離になったかもしれないですけど、まあこんな感じですよ。ちょっと向こうの船乗ろう。なんかギリギリで船が出そうな気がしてきて、ちょっと怖いですけどね。コンピンルーっていうところの船乗り場みたいですね。交通カードそのままそこにあれやったらいけんのかな。あ、いけた。交通カードそのままあれタッチしたらいけましたね、2限で。じゃああれ止まってる船は違うのか。まだ船来てないですね。止まってる船、あれとは違うのかな。まあ、ルージャーズからじゃあ帰るしかないですね。ここまで来たらもう。私今日めっちゃ散歩しましたけど、これ全然意味のない散歩ですからね。なんかこれで生産性があるかというと何の生産性もなく、ただ環境に悪いだけですね。ただでも環境にいいって、何が究極の環境いいっていうのは、じゃあ人間がもう全員死ぬことなんかなって思いますけどね。人間がいないと地球環境守れますよね。ただなんか地球に隕石が飛んできて地球にぶつかりそうだと、それって自然のままだと別にぶつかるっていうこと自体は自然のままなんですけど、じゃあ人間の力でそれをなんかロケット打ち上げて隕石爆破させて地球に隕石がぶつかるのを回避すれば、それって環境にいいって言うんですかね。それがよくわかんないんですけど、まあ、人間が一人もいなくなると一番環境にいいでしょうね、地球の。そうなるとちょっと恐ろしい思想になりそうですよね。環境団体の思想、人間全員絶滅させるっていう。
一番いいのは人間も楽しいし環境も守れるっていう両方やるのが一番いいんでしょうけど、なかなか難しいですよね。船が来ましたね。あの船乗るんですね。あ、ちょうど2階だけであのデッキがあるんでいいですね。まあ、先人が降りてからなんでもうちょっと先でしょうね。結構衝撃がありました、ドーンって。あ、結構二輪車の人が割といますね。こう二輪車だと橋とかトンネル渡れないですからね、この船で移動するしかないという。まあ、せっかくなんでちょ2階から景色を映したいですね。ブルージャーズの方が見えますね。排気ガスというか船のすごい匂いですね。動くとここには匂いが来ないかもわかんないですけど、こう今止まってるから。ちょっと紫外線当たるんで中にいましょう。動き出したら色かな、外でですね。ちょっと座っときましょう。なかなかこの綺麗な椅子ですね。そろそろ出発しますかね。これでも船がコンテナ船とか次々に来るからこう間を縫っていかないといけないでしょうね。あれでかい船があの後ろの船を引っ張ってるんですね。ちょっと携帯でも向こうの方まで続きますからね。こう川沿い、このプードン側の川沿いも一回歩いてみたいですね。ブルージャーズのどこに着くかがちょっと全然わかんないんですけど、何もわからずに乗ってます。とこう西側に進んでますね。
そこかな、船乗り場、次のあそこに着きそうですね。本当今日の散歩のコース何も考えてなかったんで、これに乗ると全く思ってなかったですけど、あっちがワイタンかな、うん、あ、そうですね、これ川が曲がってるからなんか向こう岸みたいに見えるけど、向こうワイタンですね。うちに一気に渡ってしまってますね。この橋がヤンプーダーチャオですかね、多分ヤンプー大橋、その次向こうまでヤンプーダーチャオまで橋ないのかな、トンネルは結構ありますけどね。あ、もう着きますね。iPhone のパスワード、本当マスクしてたらできないからめっちゃ不便ですね。ここに着きますね。そこがテレビ塔だから、まあちょっと行ったらすぐ駅ですね。ルージャーズイの、おお、このさっきもですけど、この船の運転手って言うんですか、ちょっとあれですね、荒いですね。さっきもドーンってなってて、今もめっちゃ揺れましたね、音も。前乗った時はゆっくり、すごいスムーズにつけてたんですけど、接岸するっていうんですか。自転車の人はみんなちょうどいいですよね。こっちはなんていうところ、タイトン、タイトンザンザンルーコっていうんですか、これ。この辺土地勘はないんですけど、まあ迷うことはないですよね。この川沿い歩いていけばいいだけなんで。
交通カード持っててよかった。まあ本当はあれスマホのあれでできるはずなんですけども、私パスワードなくして使えないですよね。パスワード忘れて100元ぐらい入ってたと思うんですけど、しかもそのアプリ自体がもうどのアプリだったかも分かんなくて、まあええわと思って、でも本当良かったです。前年末にパスポートなくしてですね、めちゃくちゃ面倒くさかったですね、やり取りが。パスポートだけじゃなく、まあ、他にもちょっとね、いろいろ滞在用のあれがあるんで、いろんな人にちょっと裏で動いてもらって、お金めちゃくちゃかかりましたね。あと人と会うのに、まあでも2ヶ月ぐらいで処理終わった感じですね。パスポート持ってない期間もあったり、公安に呼び出されてこう面接みたいなの受けたりですね、いろいろ聞かれました。ただまあパスポートなくした時は本当公安の人、防犯カメラで全ての道を調べてくれて、めちゃくちゃ協力してくれましたね。まあそれもちょっとある人に頼んだんであれですけど、こう道全てほぼ全てこう防犯カメラで撮られてるみたいですね、交差点。まあでも見つからなかったですね、なくしたやつは。なので諦めて申請して作りましたね。でパスポートなくすとパスポート番号が変わるんで、まああとまたいろんな処理が待ってますね。まあ何も処理してないんで、ちょっと徐々にやっていかないといろんなところで支障が出てきそうですけど、あれでも二重国籍でパスポート持ってたら楽ですよね、両方使えたら。結構2つ持ってる人いますからね、黙ってたらあれも分からんみたいですよね。川沿いせっかくなんで歩いていきましょうか。ここ歩いて下降りれんのかな。行けるか。いや今日か結構な距離移動しましたね、あれ。バオシャンルーから、あでもバオシャンルーから素直に南京トルーまで歩くと30分ぐらいなんですけど、こう遠回りしてきた感じですかね。テレビ塔の下まで行けば南京トンネルの駅ですね。いやでも2カ国ぐらい3カ国ぐらいのパスポート持ってたら楽ですよね。1個なくしてもこっちでやろうとか、まあでもいっぱいあるとどれがどれか分かんなくなりそうですけどね。どれがどれか分かんなくなるというと、あの日本のあの印鑑制度やめてほしいですよね。印鑑もなんか余計にいっぱい作ると、銀行でこれどの印鑑だったかなとかってなるんで、全部なんか指紋とか顔とかそういうので認証できるようになってほしいですよね。顔でできるようになったらパスポートなくしたとかそういう問題ないですからね。でも顔の場合は美容整形とかすると変わっていくし、年取ったら変わるからなかなか認証難しいんですかね。いや本当パスポート、あれ旅行中になくしたらどうなるんですかね。特別帰らせてくれるんですかね、飛行機乗せて。
でないとなんかパスポート新しく作るのに1ヶ月とかかかってた。旅行先から動けないでしょうね。ちょっと私の場合ちょっと特別面倒くさいことになってしまったんであれですけど、まあ普通にあればどうでしょう、あれ日本からなんか戸籍謄本とか取り寄せないといけないんで、それがまた面倒くさいですよね。旅行の場合はそんなそこまで悠長にしてる時間ないんで、なんか特別帰らせてくれるんですかね。ここ来るの初めてですね。そもそもこのテレビ塔より東の方にこのファンプジャン歩いたことないんで、なんかでもここ静かですね。あそこ水族館か。かなり長距離かな今日。どうやろう、距離数で言えば長距離なんですかね。じゃあ測っといてよかったな。いつも思うんですけど、なんかそういうのが私できないんですよね、めんどくさくて。でなんかやろうと思うともう無理ですね。いろんな決まり事やると無理ですね。先週まだ結構上海雨だったんですけど、今日は晴れてますね。よかった。それと今日何日か分かんないんですけど、次の土曜日ですね。今から直近の土曜日にライブ配信する予定です。今度はですね、ジュジャジャを、水の都ですね。ジュジャジャをからライブ配信予定です。平和でいいですね、本当。いや、本当この平和で中国に入れることがすごいですね。これが何年前でしょう。60年とか70年ぐらい前だったら、多分無理ですよね。どれぐらい前なのかな。改めて思うのは、YouTube でこの動画を海外に発信できるのがすごいですね。まあ、2005年とか6年ぐらいだったら、ブログで写真ぐらいですよね、発信できるのは。動画はさすがに無理だったと思うんで。2005、6年ぐらいとかの写真は結構撮ったと思うんですけどね、当時のもうノートパソコンが壊れたりして、もう昔撮った写真ほとんど残ってないですね。若干 SNS に残ってるやつをあったんで、 YouTube のコミュニティにアップしたりしたんですけど、ほとんど残ってないですね。こう YouTube にアップしてるこの私の動画もいつまでこれ保管できるんですかね。まあ、YouTube、Google が親会社アルファベットが残る以上はずっとやるのかな。まあ、そのうちサービス
あんまり人が使わなくなって YouTube サービスやめますとかっていう時代が来るかもわからないですけどね。まああと10年ぐらいは大丈夫でしょうけど、こっから歩いていくと駅行けますね。ちょっとトイレ行こう、あとでもう一回。出はいたんから船乗る方が近いか。これは観光用の船のチケットですね。フェンフアル、あのフェンって豊かっていう字ですね、日本語の。だから HSBC 銀行の中国語の名前って香港での名前とこっちの中国大陸での名前と漢字がもう全然違う字ですよね。意味が違うというか、簡体字となんか元の字とかそういうのじゃなくて名前自体が違いますよね、確か。あれまさか今日ルージャーズに来ると思ってなかったですね。だからなんか YouTube みんな撮る人企画作ってこうどういう風にやるかって考えるっていう、私企画とかあんなないですからねどこ行こうってそれだけですからね。あと行ってからなんとかなるやろうっていう。マケヘンデさんとキムソンさんの対談もキムソンさんからマケヘンデさんに会いたいというのを聞いて、あ、じゃあちょっと連絡してみますっていうことで、でキムソンさんには動画にしていいですかって聞いて、あ、別にいいっすよって言って、マケヘンデさんには別に同意を取らずにもういきなりカメラ持ち込んで撮りますよって言ってそんな感じでしたからね。何の企画もなく、まあ2人で喋ったら多分面白いやろうと、それだけやりましたからね。ただあの動画の編集がめちゃ大変でしたね。もう本当放送禁止用語下ネタ連発で細かく切れないとか、もう話題そのものバサッと切りましたね。だから2時間半ぐらい多分録画したと思うんですけど、動画になったのは1時間ぐらいでもったいないんですけど、ちょっとあれ流すと私のチャンネルの品位が下がるんで結構人来てますね。これなかなかでもあの動画ダルマ社長の話も面白かったですね皆さんぜひ見てみてください。ちょっと散歩動画とは全然違うんですけど、本当面白いと思います。まあ、私もいろんな友達いますけどね、なんか普通のサラリーマンで会社からこう派遣で上海に来てる人とか、もうマケンデさん、まあ、ちょっと特別ですね。もうそういう会社員の人とは違う面があるんで面白いですね。じゃあそこから地下鉄乗るか。
結構観光客ですね、これこのいるの。ここも何回も来ましたけどね、もう。ちょっと再来週から中国語も真面目に勉強します。来週もそのライブ配信あるから勉強できないですもんね。再来週から真面目にやります。今年初めての中国語っていうか、もう3月になってますよね。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ、じゃあ。